ぱりあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ寄るんだよね、途中。まあ、なるべく寄らないように、クマのお猿とあそこ通るのよ。それだけでやっぱり10時半。あそこでわかるの？あそこでわかるの？熊とこどうででも、うん、そう、もう熊とこどうで、そう、楽なの。それで帰りはトムと行きながら、うん、そう、ワンパクコース多いですよね。多いでね、あの女の子がね、気の強いのが多い。どういうわけか、だってもう絶対にさ、あの今フランケンお父さん一緒じゃない、うん、ね、ほんとリーファーがいつもかけて今一緒に出てるの、ね、水曜だから先週の木曜からだ、うん、水曜日に練習して大丈夫なら木曜から出すから、うん、そしたら来たら出てたから、あ、そうなんだ、だって前もそうだったの。その代わり子供にもね、追い詰められるんだよ、フランケン。前の子供の時だって、あともう木の枝のこう、これは思ったんですか、先端、もうそこでこうやってたよ、来るんだから。でしょ、今日はね、いや、何やってる、もう一回。あ、ヤシまた取り戻した。あれは取られてさ、悔しがって、悔しがって。そうやって悔しがるのね、あの子。体全体で悔しがるね。そうだから、私、気持ちだって、あんなにさ、あれ、一気にやられたって向かっていくもんね。うん、あれは気は強いよ。誰が立てたの？あ、知らない。最後誰だ？リキちゃんが最後だったから、私向こう行っちゃったからね。その後もしかしたらリキがこっちから行ったから、リキかもしれない。カウリをやってた、コン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 やってたのかな。全然入ってないの。食べたのはね、ほとんど、あの、うん、それで亡くなったから、うん、今度向こうへ探しに行ったんだよ。そしたらまだまだサチェリアのあれね、あれね、あれね、あれね。これでもうダメやろ。あ、キサキレイ。逃げるかも。なんなんだろう。キサキレイ。キサキレイかな。とあれ鳥？鳥。あのグレー、グレーで。背中がグレーで。お腹がピンク。あれがなんだかね。多分キレだもんね。尻尾が黒くてさ、この白鳥がこの鳥がよく入り口のところにいるんだよね。あ、それ多分白石霊、ね、なんかそう、室内で行ってトコ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 歩くやつ。あ、それ白石霊。あ、やっぱ石霊だ。石霊か。石霊って想像ねっていう名前のような感じがした。そう、その黄色いのは見てないけど、あの子はよく見た。あれ可愛くてね、つい撮っちゃうの。さあ、その短編、ね、早いのよ。本当にこちょ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 こ歩いてね。その可愛いなと。そうだね、大体2話で見ることが多いね。千葉の時もたまに。ああやってさ遊んでたのにさ、カニカニカニ、私リキどこ行ったんだろうと思ったらあっちにいたみたいね。でも女の子だった。それでもこっちの方へパーッと飛んできて、あ、鬼かぶってる。ジュリーさん、え、あ、リキだった。リキだ、リキだ、リキだ。いいじゃん、でも中見えないの。中見えないからいいじゃん。ジュリーさんかぶってるみたいじゃん、だって。うん、あ、顔出てんでしょ。そう、ほら、リキが全然、うん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、それで、うん、ジュリーさんがかぶ、ジュリーさんがかぶった。あ、すいません、なんかちょっと待って、虫がちょっと、ダメ、動いちゃう。誰かカメ、あれ、なんかね、違う、ちょっとくっつ、くっついちゃってるよ。これね、今こうやっても取れないの。ほら、ほら、見えないでしょ。取ってもらえば、私がね、今やってもね、こびりついてんの。後で、後にして。何あれ、ここにいればなんかしら。くっつくよね。
ひきちゃんが一生懸命まだあそこで。そう。探してます。まだ向こう続いてます。うん、終わった。今は終わった。ダンボールで遊んでない。遊んでない。うん、なんかトラマみたいなさ。面白いね。この頃全部今日はあんまりあれだもん、寒くないから隠さないで。ね、風でも寒いですね。寒すぎると、あでもレッサーの頃からに比べれば、あそう。レッサーから震えて帰ってくるとこあったかいもんね。今日はレッサーあんまり長くいなかったけどね。ルキちゃんなんか持ってる？なんかね。ペットボトル持ってる？え、また？ペットボトル持ってるよ。じゃあ誰が持ってきたの？あそこにあったのか。ペットボトルじゃないか。違うか。ホースじゃない、ホースよく買うよ。